わお、半端ない美味しそう。それも熊もいるさん。いますか？熊。すごいところに切ってるんですけど。すいません、ウニも。はい。ありがとうございます。三陸の美味しい。そう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 。まだまだ美味しいところだよ。ここいやーすごいな。うわー、これは俺の秘訣だから、簡単に教えるわけいきません。はい、教えません。みちのくの旅は福島から郡山市を出発し、奥会津の三島町へ。最初は毎年5万人が訪れる食のイベント。福島のおいしいものがずらり大集合。そこにやってきたのは、皆さんこんにちは、マーティ・フリードマンです。福島の宝を探しに来ました。高校生ありがとうございます。日本を愛する世界的なギタリスト、一番の関心は、腹減った、おいしいもの食べたい。これいいよ。福島の味も最高、最初から。宝物を持つ人がいると聞いて向かったのは人気のピザ屋さん。あ、これこんにちは。あ、マーティです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ噂のピザでしょうね。はい。こちらは果樹農家の大野義孝さん。フルーツピザの移動販売など新しいスタイルで果物の売り上げを3倍以上に伸ばした新進気鋭の農家なんです。今が旬のこの桃ですとか、あとはリンゴで、全部フルーツも野菜も福島さん、はい、そうです、はい、ありがとうございます。わお、半端ない美味しそう。いただきます。これ美味しい。美味しいピザのパンの食感とアップルパイの味、プラスチーズの味と風味とか入ってるから本当に最高です。ありがとうございます。びっくりしました。突然ですが、ここで巻物が、大野さんが持つ宝を深く知るためのキーワードです。人気の秘密はオラゲサコラッセ。イタリア語じゃないですか？違う？トルコ？違います。超気持ちいい。ということでやってきたのは石川町。目の前に広がるのは果樹園。福島は日本有数のフルーツ王国なんです。一昨日までずっとアメリカのツアーだったんで、あ、毎日都会から次の都会から次の都会、はい、ずっとゴミゴミのところばっかりで、これはご褒美って感じですね。マティさん、こちらがオラゲの梨畑ですね。オラゲン。そう、これが大野さんの宝物。これは素晴らしい。そうですね、42年間家族で守り続けてきた畑です。あの父親です。あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。若いですね。たかしさんは地域でいち早く果樹栽培を始めたパイオニアです。大野たかしさんのこだわりは土作り。自家製の炭や米ぬかなど数十種類の材料を混ぜた堆肥を使います。ここにこれミミズもいますけども、栄養が豊富なためミミズの姿も。
除草剤は一切使わない、土の養分を壊さないための大野さんの哲学です。ただ当たり前のことを当たり前にきちんとやってやることが一番だな、うん、そう思います。この色に全部するのにはこの裏をこうちょっと回してみますけど、あ、そんな簡単に回すんですか。ま、そこで裏は色がまだ赤くなってないでしょ、はあ、全部回してるんですか。そう、逆にこう、こうやっと簡単に、そうそうそう。父が大切に育てた果物を全国に広めようと奮闘しているのが2代目の吉高さんです。ずっと農家さん としてやってますか。仕事として始めたのがその震災の後の2012年からだったので、それはきっかけでしたか。そうですね、やはり風評被害っていうような被害が大きかったので、それをまあ聞いた時に、まあ自分で何ができるかなっていうことを思って、まあ家族を思う、気持ちっていう部分と、あとは故郷を思う気持ちですね。以前は東京でファッション関係の仕事をしていた吉高さん、福島に戻ると枠にとらわれない挑戦を次々に始めます。農園を開放して果物の花を楽しむ花見やビアガーデンを開催。今では年間2万人が全国から訪れる農園になりました。実はこれがキーワードに込められた物語なんです。ミキの秘密はオラゲサクロッセ、はい、オラゲのリンゴです。オラゲの、オラゲのって私のってこと。そうです。オラゲの来てください。あ、コラッセ来てください、うん、自分のところに来てください。あ、やっぱり来てもらおうと、うん、なんかもっと深く分かるようになってほしいということでしょうね。そうですね、やっぱりなんか僕が来たから非常にさらになんか感謝になりましたし、そういうことでしょうね。そうですね、楽しいし、何より。収穫にはまだ1週間早いんですが、特別に食べさせてもらうことに。いただきます。やっぱりあと1週間の方がいいと思います。違う、超美味しい。半端ない美味しい。これなんかこの甘さって僕が育ってきたリンゴと全く違うんですね。あ、そうですか。いや、そこに下げとくからマーティーさんやった書きますよ、4個って。美しい。次に向かったのは奥会津の秘境三島町。こんにちは。出迎えてくれたのは町役場の板橋さんと地元の方々。ありがとうございます。じゃあキーワードなんでしょう。そこにあるヒギ、そこってどこ。ここってそこでもそこでもいっぱいあります。この辺にある。いっぱいあります。今から山に入るんですか。おう、こういう格好してるんで、はい、マーティーさんこの格好だったらなかなか山の中に入れないかなと思います。あいこね、軍手ある。軍手急遽あいこさんの家により服を借りることに。髪が乱れて私と同じやつ。これかぶる。うん、かぶります。、
僕のキャリアさよなら。このマネージャーに怒られるかもしれないですけど、意外と快適でしょこれは。5にて5に従うじゃん。熊とか。熊、この辺いますよ。熊いる。はい。私の肉が美味しそうだから食べられてる。すごいところに切ってるんですけど。ここ登りましょう。マジで？この、そっちの奥ある？その辺ある、あの上の辺。上？うん。お母さんたち、宝物を発見したようです。三島町の宝物とは？これがこのヒロロというミヤマカンスゲっていうスゲの葉っぱで、これが変わるのがこれに変わります。縄になりますか？縄になります。はい、果物を取ったり野菜を取ったりするのに必要な籠。なるほど。山の恵みで生活道具を作ってきた三島の人々、その始まりはなんと縄文時代。その後長い年月をかけて磨き抜かれてきた編組細工、皇后美智子様がお買い求めになったことでも有名になりました。これもヒロロですね。早速マーティーさんもお手伝い。おお、それが、うん、これは間違いの取り方。間違えた、うん、取り方がダメ、うん、もっとだから上の方からこの辺から取んないとダメ。ああ、取り直した。こう踏んでこの中の芯のところをこうやって絞ってる。この材料は愛子さんの前の人たちからもずっと守り続けてこういう材料を取ってるんですね。だから根っこを取っちゃうともうあと生えてこないから根っこを取らないで大事に大事に取ってる。それがずっと昔からそういう守り続けてきてる。山全体がもう三島町のみんな住んでる人たちの宝物なんです。素晴らしい。まさにこれが2000年以上守り続けられてきた秘技なんです。さらにすごい秘技を持つ匠がいると聞き工房を訪ねることに。はい、じいちゃん、マーティーさんがいらっしゃいました。はい、こんにちは、お邪魔します。はい、どうぞ。こんにちは、マーティです。はじめまして。はい。お、伝統工芸師五十嵐文吾さん94歳、編組細工の最高峰です。得意とするのはまたたび細工。五十嵐さんの作品は編目が均一で30年長持ちすると言われています。乾燥させたマタタビを作るものに合わせて厚さを整える。そして一本一本力を込めて編んでいきます。マタタビそのものが教えてくれるんだよな。こういうふうに作って作るとちゃんと教えてくれるの。幻の一品と呼ばれる五十嵐さんの米とぎざる。追求したのは水切りの良さです。どうして昔の人作ったやつは水切りないかとこれ考案して考えたのはこれです。その出てきてる理由は何ですか？これこそがそこにある秘技。水切りを良くするため試行錯誤して編み出した4つの突起です。はあ、これはねこれは俺の秘訣だから娘でもこれは絶対教えない。悔しかったら自分で勉強しなさいよ。ああ、本当になんか習いたければ自分で勉強した方が身につくんですよね。いやいやいや、その通り。ああ、なるほど。作れば作るほど難しくなるってこと。音楽もそう。そこにある秘技って、そこっていうのは、
ここですよ。場所、あの場所、福島とか三島の人たちはこういうことを世代を超えて続けるんですよ。だから物より人間が一番、はいはい、僕が会った人たちはものづくりに対して自然に対してすごくリスペクトがありつつ、あの次の世代のことを考えながらいろいろ準備するということだ。だから本当に自然の流れに生きてるみたいな人たちいっぱい会いましたので、とても楽しかったです。ではまた会いましょうね。じゃあ、みちのく物語。